YouTube の方にコメントが来たんですよ。プロフィール見る限り女性ですって書いてあったんで、多分女性です。その時にこの人の人生が終わっちゃうんで、今は隠しておきますけど、それで困るのも自分なんで、自分でこう一発目から対処しないといけないということで。来た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 、絶対そう、あれ絶対そう、今来ています、行きます、ちょっと行って。どうも、なこです。今日はね、ということで、はい、今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントも、ツイッター、フォローもよろしくお願いします。今回の企画なんですけども、企画じゃないっす。緊急突撃インタビューでもないっす。経緯をお話ししますと、昨日ですね、昨日の夜に DM が来ました。で、その DM が僕の住所を特定したっていう、間違えました。昨日の夜にですね、YouTube の方にコメントが来たんですよ。一件のコメントが。で、そのコメントの内容が、僕の住所を書き出したコメントが来たんですよ。で、こちら一応載せときますね。一応スクショ撮ったので、バーンか。で、僕はこれすぐ気づいたんで、通知が来てすぐ気づいたんで、すぐ消して処置を行ったんですけども、その次にですよ、その次に、そのタイミングでこの DM 送ってくるのそいつだろうっていうタイミングで、Twitter の方に DM が来まして、その DM の内容がこちらですね。ドン！まあ、いっぱいモザイクかかってると思うんですけど、送ってきた人は、プロフィール見る限り女性ですって書いてあったんで、多分女性です。住所特定しましたと。ここで合ってますよねって。大丈夫ですよ、バラしたりしないですからって。いやさっき YouTube でガッツリバラしとったから、あんた本当にこれ笑って言えることじゃなくて、マジで、こちらからしたら本当に迷惑行為で、で、これ本当にこういう行為は、いろんな YouTuber さん、有名な YouTuber さんも、ストーカーにあったり、こういう住所特定されて家に来たりっていうのが、本当にある事件なんで、で、実際捕まってる人もいるんで、本当にこれはダメなことなんですよ、やっちゃ。で、それを特定して、そういう住所をこう、コメント欄にこう流すとか、そういうのは本当にやっちゃダメなことで。で、一応この方、この女性の方のこのアイコンとか名前は一応隠しますけど、いずれ僕が有名になるんで、その時にこの人の人生が終わっちゃうんで、今は隠しておきますけど、マジでやめてください。で、こっからが本題なんですけど、この人僕、その後 DM して呼び出しました。その人から絶対来ますとは帰ってきてないんですけど、何時何分ここに来てくださいって、いろいろお話ししたいことがあるんで、何時何分にここに来てくださいって言って今、7時に、もう少しあと30分もないくらいで今ギリギリで撮ってるんで、これからすぐ今のその待ち合わせ場所に向かいます。よく他の YouTuber さんとかだったら、1回目は、許して、まあ2回目までも許して、でも本当は次来たらマジで警察呼びますよっていうタイプが多いと思うんですけど、僕は本当に自分が危ないんで、危ないのは本当に自分なんで今後、それで困るのも自分なんで、自分でこう一発目から対処しないといけないということで、もう他の YouTuber と違って僕は一発目とか関係ないです。もう1回目も2回目も3回目も全く関係なく、僕は絶対に許します。皆さんももしこういう被害があった時に、参考にしてほしいんですけど、全身とりあえず黒で固めた方がいい。これはなぜかというと、で、呼び出した時間は夜で、あえてこれ夜なんですよ。たとえ女性とはいえ、甘く見ちゃいけないっす。甘く見ちゃいけないっす。霊長類最強とかいるんで、もし本当にやばいと思った時に暗闇に紛れるように、とりあえず全身黒で固めます。顔って本当に弱い部分なんで、この顔をどれだけいかに面積を狭めれる、攻撃してくる。面積を狭めれるかっていうのは本当に大事なんで、マスクでこれがっつり半分以上顔面の面積減らせるんで、これでかいっす、マジで。このアイテムでかいっす。このガラスが、銃で撃たれても大丈夫っていう超強化ガラスのメガネです。これで行っていきたいと思います。さあ行くぞ。はい、とりあえず今目的地に着いて、でもう7時になってます。なって今ちょっと1分くらい過ぎてるんですけど、まだ見えないっすね。本当に来たらですけど、いろいろ言いたいことがあるんで、はい、その時は覚悟しててもらえればなと思うんですけど、ちょっと待ってみます、あっち行って。来た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 、絶対そう、あれ絶対そう、今来てます、行きます、ちょっと行ってきます。全然違うとこ曲がってった。はい、ということで、正直めちゃめちゃもう結構待ってたんですけど、全然来なかったっすね。もう15分以上、今20分くらい待ってたんじゃないかな。
で結局お前がもし現れた時に何が俺一番言いたかったかっていうと、そこまで俺のことを調べて住所とか名前とか特定してそこまで知ってくれてるなら、俺のことを俺以上にもし知ってくれているなら、ちょうどツイッターでもずっと募集かけてた俺の YouTube のカメラマンやらないってこと。